裸子植物は、種子植物の内胚種が剥き出しになっているものを指す。蘇鉄類、胃腸類、松類、グネツム類を含む。裸子植物が単系統であるか、側系統であるかについては、分子系統学が発達した今日でも、両方の立場があり、答えが出ていない。裸子植物の分類階級は、伝統的には門であるが、裸子植物が側系統であると判断する場合には、 関係統のみを分類群として認める立場から、裸植物門を置かず、その代わり、ソテツ門、胃蝶門、松門、グネツム門を置く。原生種は約750種が属する。また、喧嘩植物といった場合、裸植物と騎士植物等を含み、裸植物の生殖器官は花と呼ばれるが、これは輪廻に由来する工法である。ただし、 ラシ植物のそれを花と認めない見方もある。例えば、英語でフラワーリングプラントといった場合には、騎士植物のみを含める。ラシ植物は種子を作るようになった最初の植物である。種子はシダ植物における大胞子の音、それを覆う構造から生じたもので、本来は胞子形成を行う葉の裏面に乗っていたものである。シダ種子植物では、 そのような状態が見られる。しかし、多くの植物は、放射用を特殊化させ、一つの枝先に集中して花を形成した。そのような中で、種子のもとである胚汁は、放射用の間に保護される傾向がある。騎植物では、放射用が胚汁を包み込んでめしべとなり、胚汁が外界から切り離されることで、その傾向がさらにもう一歩進んだと言える。 そのような観点で見れば、ラッシュ植物は植物界の進化において、皮脂植物への進化の途中段階のものとみなすこともできる。また、小胞子とそれに由来する有性全容体を小胞子の中に閉じ込めて、死性耗子用まで届けるということを行うようになった。これが花粉の起源である。それに伴って死性耗子用は花粉を受け止める役割を持つようになり、 多くのラッシュ植物では、死ユの胞子葉はそれぞれに枝先に集まってまとまった構造を取るようになった。これがもう一つの花の起源である。ラッシュ植物においては、花粉の媒介は、ほとんどが風によるもので、花には、皮脂植物に見られるような装飾的な構造が欠如している。最も初期のラッシュ植物は、シダ肢植物である。古生代後期に出現した。 シダ植物のような葉に種子をつけたものである。古生代末に環境が乾燥化するにつれ、胃腸類、ソテツ類、それにキカデオイデア類が分化し、シダ植物とその地位を交代した。その後に、新葉樹が分化し、中生代の地上はこれらの樹木に覆われた。また、中生代は恐竜時代とも言われるが、ラッシュ植物を中心とした植生は、恐竜の繁栄を大いに支えた。 中世代末から、皮脂植物にその地位を取って変わられ、現在では、イチョウ類、ソテツ類、グネツム類は、少数の種が残るのみである。原生の裸子植物の大半は、新葉樹であるが、温暖で湿潤な環境では、新葉樹が優先する、植物群落は稀で、寒冷な地域に広く分布する。その他、海岸や岩の上など、やや厳しい条件下で、 新葉樹を中心とする群落が生じる場合がある。松や杉などの原生の裸植物の多くの種は目花が休花状となっている。このことから現在ではイチョウ類、ソテツ類、グネツム類を除いた多数の種が休花植物に分類され独立したグループとして扱われることもある。騎士植物にとって変わられた理由の一つに昆虫や 蝶類などとのやりとりの少なさが挙げられる場合がある。皮脂植物が花粉媒介や種子散布にそれらの動物との関わり合いを持ち、それによって互いに影響し合って多様な姿のものを生み出したのに対して、裸子植物にはそのような例が少なく、これが勢力の逆転に大きく影響したという見方である。実際、裸子植物の花粉媒介には風媒花の例が、 圧倒的に多く動物仲立ちの例はほとんどない。ありがとうございます。